ストレートエニアグラム二等辺の友人はです T 隊長です。隊長でございます、はい。今回はですね、前回に引き続きこの優しいエニアグラム、はい、レミー・バロンさん、エリザベス・ウェイゲルさん、作の本からですね、はい、エニアグラムに当てはめたユングの優先性、かっこ MBTI, MBTI、はい、の紹介で、今回はガッツセンターの話をしたいと思います、はい、タイプ8、タイプ8、タイプ8、外交性と内向性の項目から、はい、外交性のタイプ8は、精力的で意気盛んで、率直に意見を言い、物事をさっさとやります、この人たちはしばしば強力な指導者になります、で、内向性のタイプ8、タイプ8は引っ込みがちで控えめで、目立たない方法で人を操作します、この人たちは外向性のタイプ8とは全く異なって見えます、なので内向性のタイプ8がないとは言ってない、はい、本当かってちょっと思っちゃったんですけどね、で、感覚と直感の項目、S の感覚のタイプ8は現実的で実利的で事実に関心を持つ傾向があります、N 直感のタイプ8は空想家になるか革新的な指導者になる傾向があります、で、思考と感情の項目、T 思考を優先させるタイプ8は単刀直入で分析的で不愛想です、で、F 感情を優先するタイプ8は人を助け人を支え励まします、この人たちは押し付けられたり不公正に扱われたりしない限り、思考のタイプ8ほど高圧的であったり、人に対して操作的であったりすることはありません、と書いてあります、で、J と P 判断と認知の項目、はい、判断を優先するタイプ8は決然として組織立っており忍耐強いです、で、 P を優先するタイプ8はより衝動的に行動し落ち着きがなく反権力的ですとあります、で、タイプ8は外向性と思考に向かう傾向があります、なのでご自身あの MBTI で外向性、思考が出た場合は、8、まあ他のタイプももちろんあるんですけども、なので逆に、あの内向性で感情だったりすると、あのでタイプ8だと思っている方は、ちょっと疑った方がいいかもしれないです、ね、はい、内向性のタイプ8ってラオウを思い浮かびましたけどね。あ、いますね。いる。こうでもまあ自己主張は自己主張じゃないですか。目標に向かって突き進んで、ペラペラは喋らないけど。いた。確かに、はい。北斗の拳で。北斗の拳。ラオウを検索してもらうと。まあ、ある意味こう喋らない自己主張ですけどね。世紀末覇者ですね。覇者。でタイプ9。タイプ9。の、外向性と内向性の項目、外向性のタイプ9は社交的で話し好きで精力的です、で、内向性のタイプ9は口数は少なくても愛想がよく、謙虚で控えめです、とあります、で、感覚と直感の項目、感覚 S のタイプ9はしきたりを重んじ現実的で刹那的です、で、直感の項目 N、 直感 N のタイプ9はより理想主義的で個人主義的で創造と可能性の世界に関心を持っています、思考と感情の項目、T、 思考を優先するタイプ9は分析的で批判的で客観的である傾向があります、で、 F、 感情を優先するタイプ9は調和と楽しい人間関係を重んじます、で、J と P の項目、判断と認知の項目、J のタイプ9は組織的建設的で結論を求めます、ただタイプ9は多くの場合認知の人です、この人たちは自分の態度決定を保留しがちですし、物事を完了させることが難しいことがあります、とあります、で、タイプ9は
内向性と認知に向かう傾向があります、うん、で見事に I と P が入ってますねと、うんうん、なのでその初めにその、ま、一番初めのこの MBTI のとエニアグラムを関連させた動画で体調がその2回やった時に2回違うのが出たっておっしゃってたんですけども、もしかしたらその I と P は一緒だったのかなと。一緒だったかもしれないです、ね、でここがちょっとずれただけで、うんうん、でこの I と T がタイプ5だったんで、はい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 、まあ、タイプ5そうですね、そうっていうのが出たと、うんうん、で最後に、タイプ1、うん、タイプ1の外向性と内向性の項目、うんうん、外向性のタイプ1は、うん、しばしばリーダーになり、うん、自分の完璧性の基準を他の人たちに押し付けます、うんうんうん、で内向性のタイプ1、 I のタイプ1は自分の完全主義を自分の内部に向けて自分自身の向上に集中する傾向があります、うんうんうん、で今ちょっと一郎さんを、うんうんうん、一郎の愛かって思っちゃいました一郎の愛かもしれない、はいはい、で、S と感覚と直感の項目、うんうん、感覚のタイプ1は、うん、実際的で細部にこだわり、うん、規則やしきたりを重んじます、うん、で N 直感のタイプ1は、うん、理想主義的で革新的で個人主義的でしきたりにとらわれません、うん、あ一郎さんですね、うん、一郎さんですね IN ですね一郎さんね、うん、で思考と感情の項目、うん、T のタイプ1は論理的で分析的で批判的で人間よりもデータや事実の方に関心があります、うん、感情のタイプ1は、うん、他の人たちを助け調和を促し批判を恐れやすく怒りは自分の内部に向けがちです、うん、で J と P の項目、うん、でタイプ1にとって判断、うん、優先という意味は、うん、依存的で組織的で考え方や生活がパターン化されているということです、うん、と書いてあります、うん、で P を伸ばすと、うん、タイプ1の人はますます柔軟で適応性があり、うん、自由に振る舞うようになります、うん、なのでタイプ1の支配的な特徴は J、うん、判断する、うん、でこの今の説明を聞くとこうタイプ1の成長の方向7を取り入れた感じですよねそうですね、うん、なので、うん、あのタイプご自身がタイプ1だと思っている人は、うん、多分 P はないだろうと、 P はないだろう、はい、し、うん、あの MBTI で P だよっていう人が、うん、私はタイプ1だは絶対にない、うんうんはい、でももしあるとすると多分統合の方向ですよ、ね、あに向かってるのか統合の方向の説明っぽか、はい、タイプ1の統合の方向の説明っぽかったんで、そうですね、うん、なんでこの今のまあこれで Q タイプやってきたんですけども、そのご自身の MBTI を判断するときにこのタイプのご自身のエニアグラムのタイプからこの今の説明で愛かな、いいかなとかが分かるのかもしれない。この説明を見た方がタイプ診断しやすそうですよね。6以外は、あ6以外は、はい、まあ、でも6でもタイプ6の外向性の人はこんな感じでとか、タイプ6の人のあれは分かりそうじゃないですか。あなるほど。ただごめんなさいこの、うん、すいませんガッツセンターのところで、うんうん、タイプ6の話をしてしまってすいません。あ、はいはい、あのまあでもこれタイプ6、うん、ごめんなさい、ま、僕だけかもしれないんですけども、うん、他のタイプになりたがってるんじゃないかと。ああその なので例えばこういう項目はい、INTP って論理学者だったんですよね、はい、そこの説明とか見るとそういうふうになりたがったりするけど、こういうタイプ6の外向性が高い人はこれで内向性はこれで、はい、っていうと、まあ、どっちかの比較じゃないですか。はいはいはい。で、あ、そうですね。そうでどっちかなって考えたらいいかなとか愛かなとか。ただまあこれもまた、うん、あそこどっちもなんだよなってなる、うんうんうん、なりません？どっち、例えばタイプ9で言うと、うんうんうん、社交的で話し好きで精力的です、うん、例えば外交性の項目、うんうん、でもう一つは口数が少なくても愛想がよく、うん、謙虚で控えめ、うん、なんかどっちもありません？
まあ、時と場合にはよりますね。そう、だから時と場合によるってなるんですよね。まあこれがもちろんまたタイプ9とタイプ6のその押しても引いてもいけるみたいなのが出てるのかもしれないんですけども、まあ、なのでなりたい自分が出る可能性あります、ね、そうなんで、あの MBTI そのユングのタイプ、ユングの優先性はなんかそのなりたい自分が出るのかなって、まあ、なのでこうエニアグラムも多分同じだとは思うんですけど、探っていきましょうじゃないですか、本当にそれなの、そうですね、そうなのか。で、まあ、で思ったのは、うん、よくその、うん、本当にやりたいことが分からないとか、うんうん、何になりたいか分からないとかって言ってるんですけども、うんうん、いやこれやると、うん、僕確かにこれ ESFP ってエンターテイナーで出るんですね、うんうん、あ確かになりたいと思ってるみたいな、なのでこれやると、うん、あ自分が何になりたいのかが、うんうん、わかるのかななんてちょっと思いました。あ、本当は僕も論理学者になりたい。そう、でもかもしれない。体調もそのよく私が、うん、なんて言うんでしょう、スピ的な、うん、ことを言うと、うん、やっぱりその論理でくるじゃないですか、うんうん、だからやっぱりそういうところがあるのかな。要は突き詰めたい、うん、突き詰めたい論理的に、うん、要はエニアスピリチュアルも論理と一緒だよみたいな、うんっていうのがあるんじゃないかなってちょっと感じるんです、ね。まあ、それはあるかもしれないです、ね、それです。あの、うん、論理的に説明したいって、うんうん、論理的に知りたい、はい、僕は別に論理なんていいんだみたいな何でもいいみたいな感じではあるので、うんうんはい、なんでこのすみません、うん、ガッツセンターのところでちょっと延長しちゃうんですけども、うんうん、やりたいことが見つからないみたいな人はちょっとなんかあのネットで MBTI って打つと、うんまあ、MBTI ではないんですけども、うんまあ、16タイプの指標みたいなところで出るので、うん、それでなんか自分のやりたいことが分かるのかななんて、うんまあ、このタイプは出てきますよね。出てきますね、はい。まあ、その時々で、うんはい、気持ちとかで変わりますか、ね、変わるような気がするんですけどね。そう、微妙な質問があるじゃないですか。微妙な質問あります。しかも私がやったのは5段階だったんですね。あ、5段階、そう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 、はい、でそれがこう微妙な質問聞かれてもな、はいはいはい、みたいな感じで気分で答えるじゃないですか、はい、真ん中だったのが1個こうそうではないとか、そうですね、1個そうみたいな、はい、微妙なところがこう変わったりするんで、この辺が変わってくるのかな。そうですね。で、まあ、一度そのエニアグラムもタイプ診断もそうですし、うんまあ、MBTI も、まあ、興味があればちょっと、はい、ウェブでやってみて、うんまあ、面白いかなとは。そうですね。で、エニアグラムでなんかタイプ診断に迷っている方がいらっしゃったら全然我々であればお話ししましょうと、はい、かコメントください。コメントください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。